二元消失通信炉のモデル。消失確率は P 二元消失通信炉とは符号理論及び情報理論で使われる典型的な伝送炉モデルの一つである。このモデルでは送信側が0または1のビットを送信したとき受信側はそのビットを受信する可能性もあるしそのビットを含まないメッセージを受信する可能性もある。解析が容易であるため 情報理論でよく使われる。ベックは二元通信路である。すなわち、二種類のシンボルだけを送ることができ、通常、0と1で表す。この通信路は完全ではなく、ビットが消失することがある。すなわち、ビットが変化してしまい、受信側がそのシンボルを識別できない場合がある。ベックでは、ある意味で、誤りが存在しない。二元対象通信路とは異なり、 受信できたビットは常に正しい。問題はビットが消失した場合である。この通信路はノイズのある通信路を単純化したものであるため理論の研究によく使われる。通信理論における多くの問題はベックに還元可能である。消失確率 P の二元消失通信路は二元入力三元出力の通信路で消失する確率が P である。X を 0、1というアルファベットの送信側確率変数であるとする。また、y を0、1、e というアルファベットの受信側確率変数であるとする。ここで e は消失シンボルである。すると、この通信路の特性は以下のように条件付き確率で表される。pr イコール1、ppr イコール、ppr イコール0、pr イコール0。 pr="ppr="1",p ベックの通信路容量は 1p である。直感的には 1p は、この通信路の通信路容量の上限と見ることができる。全能の精霊がビットが消失した場合に常にそれを知らせてくれるとする。情報源はビットの消失を防ぐことはできないが、それが起きたら対処することができる。例えば、ビットが受信されるまで、 同じビットを繰り返し送信することができる。この場合、X は符号化される必要はなく、Y は受信したビットが、X が送ろうとしていたビットであるとみなすことができる。したがって、精霊の存在を前提とすれば、転送レートの平均。しかし、そのような精霊は存在しないので、HP は通信路容量の上限となる。ありがとうございます。